皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今こちら朝ごはんが用意されてるんですけれども、今生理前なんですよ。生理前の習慣でもうめちゃくちゃ食欲がやばいんです。もう本当にブラックホースなんですよ、胃がもう延々と延々と入っていくので、今日はもうそれをちょっと記録しちゃおうと思って、なんか改めて生理前に食べてる量を1日見たらどういう気持ちになるんだろうと思って、自分でもどんだけ食べてるんだろうってちょっと気になって、今日は生理前の1日の食事を撮っていきたいと思います。怖い、自分でも。今まで普通のね、1日の食事は撮ったことあるんですけど、生理前のこの食欲が爆増している時期に撮ったことはないので、今日は撮っていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでおはようございます。時刻が7時38分です。今日は7時ぐらいに起きました。で、今から朝ごはんを食べたいと思います。メニュー的にはサバと梅干しとご飯、今日はふりかけをちょっとかけました、とわかめスープでございます。ではいただきます。まあ、私普段から食欲あって全然食べるので、いつもと同じ感じですね。わかめスープはだしだで味付けしてます。お母さんが昔からすごい韓国が好きで、韓国ではお祝い事とかにわかめスープを飲むっていうのを知って、それから実家でも誕生日だったりとかの時に結構わかめスープはね、定番のメニューでした。それがだしだで味付けしてあるやつなので、卵は入ってないんですけど、それを作っております。皮の皮っていつも私剥がしちゃうんだけど、剥がすもんなのかな、これは。でもこのメニュー私定番すぎて、こう動画でも出してるような気がする私よくサバ食べてますよね、多分動画でうん、でもこれが本当に美味しいんですよ。私お魚が本当好きで、サバ以外だと赤魚もすごく好きです。なんか赤魚って食感面白くないですか。赤魚の西京焼きかな、よく実家で出てきました。ご飯のふりかけはなんだっけ、これ道玄坂じゃなくて道楽園みたいな、なんだっけ、なんだっけ、味道楽か、ん、味道楽だっけ、です。梅干しは蜂蜜、私蜂蜜の方が好きなんですよね、ちょっと甘い方が。シソも美味しいんですけど、シソちょっと酸っぱすぎて食べれないみたいな。ちなみに梅は私のお父さんがすっごい梅好きで、今年の誕生日もすごいいい梅をプレゼントしました。なんか木箱に入って一個一個小分けになってるやつ。お父さんね、何あげていいか分かんないんですよ。なんかいつも食べ物になっちゃう。梅とか海苔の佃煮も好きなので、それあげたりとか、あとはなめたけあげたりとか。あ、そう、私のね、お父さんの誕生日ね、うるう年なんです。2月29日生まれなんですよ。4年に1回しか本当の誕生日来なくて、この前46になったって言ったから、本当の誕生日11回しか来てないんですよね。だから11歳ですってよく言ってた小学校の頃とか。朝ごはんこんな感じで食べていきます。じゃんこちら素直でございます。私ね、すごいもうアイスが大好きなんですよ。もう本当に好きで、で生理中って特に甘いものが食べたくなるじゃないですか。だから割と生理中はほとんどアイスを食べてるかも。でもアイスを食べるってなっても、これもあの素直ってちょっとカロリーがね抑えられてるやつなんですよ。糖質も 9.2g だし、脂質も 5.6g とかで 97kcal なので、これでもこういうのを選んで食べるようにしてます。朝からいただきたいと思います。朝ごはん今食べ終わったので、デザートタイムといったところでしょうか。いただきます。これめっちゃ美味しいんだよね。うん、うん、美味しい。作ってくれてありがとうございますって感じ。もう本当ありがとうございます。味方味方なんですよこれ。ではまた次のお食事でお会いしましょうはい、ということでお昼ご飯なんですけれども、
お昼ご飯なんですけど、ちょっと今日家でいろいろやっていたら気づいたらもうお昼だったので、ウーバーイーツでスープカレーを頼みました。なのでちょっとそれに付け合わせというかのオートミールのナンを今から作っていこうと思います。もうね届くのでちょっと急ぎ目でやります。まずオートミールを 30g 入れます。でおからパウダーを大さじ1、大さじ1あるかな、ありました。片栗粉も大さじ1入れます。ギリギリだった片栗粉危ない。ベーキングパウダー小さじ1入れます。ちょっと適当にお塩を小さじ4分の1で、お水を 100g 入れます。これで混ぜます。これでこのまま600ワットで1分半チンします。はい、こんな感じになったらこれをまた混ぜます。もうすでにナンっぽい粘りが混ざったら、今これラップ敷いてあるのでこの上に敷いて、これで形を作ります。両面焼いていきます。いけ、繰り返してみます。うん、いい感じ。これで両面こんがり焼いていきます。じゃん、届きました。すごくないですかこれ、超ボリューミー。このスープカレーが美味しいんだよね。超具沢山で、わー美味しそう。この下にスープが入ってます。うわ、重い重い、重量感えぐいんですよ。ほんとこれこんな感じになってるので、この具材を中に入れる感じですね。うまく入れれるかしら。でもこんなのもね、余裕で食べれちゃうぐらいね、本当に食欲やばくなるんですよね。なるかな、みんななるんかな、みんなどのぐらい食べるんだろう。じゃじゃん、こんな感じになりました。この大きさ伝わるかな、私の手がこのぐらいなんだけど、手のひらぐらいありますと、手作りのオートミールで作ったナンで、ちなみにこいつは体健やかちゃダブルでございます。あがいております。糖と脂肪を吸収させにくくするお茶ですこれを一杯飲んでからいただきます。じゃあいただきます。美味しそう、お腹すいたんですよ。うん、おいしい。チキンです。めちゃでかいチキン、うん、逆かなこれって。そっか、ご飯のもやしてたどっちだっけ。私夏野菜カレーとかめっちゃ好きなんですよね。野菜がゴロッゴロ入ったカレーが、なんせ美味しい、やばい、止まんない止まんない止まんない。じゃあちょっとナンも食べてみようかな、せっかくだから。じゃん、もちもち、いただきます。うん、おいしい、塩が効いてて美味しいです。めちゃくちゃもちもちでいい感じ。はい、じゃあお昼ご飯もゆっくり食べたいと思います。よいしょはい、ということで今4時ぐらいなんですけど、昼ご飯食べてから3時間もう経ってないぐらいかな、なのにちょっと小腹が空いてきたので完食を食べたいと思います。なんかね、お腹自体はめっちゃ出てるんですよ。マジで出てるんですけど、なんかお腹すくんだよね。じゃあこれを食べます。これはちょっと前に作ったオートミールとプロテインのプロテインバーです。いただきます。ちょっとこれ冷蔵庫入れてたから温めよう。
うん、うん、なんかドーナツみたいになってますなんかでも私が使ってるプロテインがパサつくやすくって結構バタバタになっちゃいました。でも味美味しい。いちごとチョコのプロテインで作ったのでちょっぴりいちご風味です。よし、じゃあまた夜何時になるかな、わかんないけど、でも今ので結構お腹は満たされたのでまた食べたくなったら回します。バイバイ。はい、ということで夜ご飯を作っていきたいと思います。でもそこまでめっちゃお腹すいてるわけではないので、まあ、軽くお野菜メインで作っていきます。じゃあまずこちらのかぼちゃを温野菜にしていきます。このレシピはあややんちゃんが作ってて、それをインスタに載せてたんですけど、すごい美味しそうだったので私もやってみようと思います。あとさつまいも適当にいきます。とりあえずこれでレンジでチンします。あとはブロッコリーとキャベツもお野菜にしていくので洗って切って準備していきます。ソースを作ります。ポン酢とマヨネーズ。そしたらこれにソースをかけます。生ハムをこの上に乗せます。でここにちょっとカッテージチーズも乗せちゃいます。でここにバルサミコ酢をかけます。シャビシャビだったんですけど、もっとトロッとしたやつを買ったつもりがシャビシャビでした。まあ、これで完成です。はい、ということでちょっとバルサミコソースを買ったつもりがバルサミコ酢というハプニングだったんですけど、こんな感じで完成したのでいただきたいと思います。ショック、ソース買ったつもりだったのに。なんだよ、もう8時になっちゃった。じゃあいただきます。でも美味しそう。うん、うん、生ハム美味しい。うん、ペロリって言っちゃいそう美味しい。でも昨日私初めてオリスパに行ってみました。オリーブスパずっと気になってて、昨日ついに行ってみたんですけど、めっちゃ気持ちよかった。もう本当にもう至極の時間でした。肩周りとか首とかを重点的にやってもらったんですけど最高でした。また月下行く。うん、はい、ということでじゃあゆっくり食べたいと思います。おそらくここでも今日の食事は終わるので、なのでこんな感じでございましたなんかでもやっぱ今日朝ごはん食べてからすごい集中して作業を黙々とやってたんですよ。やっぱりこう作業とかをしてると気がそれるっていうか、なのでこれでもいつもより食べなかった方かな。いつもはもっともっと生理前は食欲やばくて、私基本的に家にいることが多いのでパク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 いろんなもの食べちゃうんですけど、だから今日ねせっかく撮ったのにちょっと本領発揮できてない感じがあってちょっと残念なんですけど、まあでもいつもよりは食べてると思います。でもお昼のカレーがすごい量がえげつなかったので、それのおかげもあってちょっと腹持ちがいいのかな。まあこんな感じでございました。いつも1日の食事取る時とかって普通の日が多いので、まあ、今日はちょっと生理前ということで食欲爆発してる時の1日の食事でございました。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。